どうも、プロダンです。いや、おー回す気回すって言ってるだろ。おはようございます。もう眠たいな、もう。おはようございます。ということで、目がだってリアルに腫れてますもん、俺。確かに。ってことで、今時刻朝の6時です。6時15分ぐらいですか、はい、まさかラバさんってこんな朝早く来ると思わなかったけど。今日筋トレ誘われて、はい、嫌だっつって男マッチョ2人でジム行くのはバカだから、その嫌だっつって今日は今ランニングですね。そうそう、あ、今から本当ランニング行きます。じゃあ、いや本当に、はい、はい、ここら辺の周辺で、で朝6時にここ来たんですよ。ちょっとまだ時間が、心の準備が、いや僕できてますよ、もう走りますよ。ということで今日はちょっとまだ朝ごはん食ってないんで、6時なんで。なるほど。ちょっと俺ラワさんせっかく来たからご飯食いたいなと思って。飯っすか。ちょっとカップラーメン出しますね。じゃあ待て待て待て、シャクシャク。で3分23秒ぐらいで終わったから。彼女のやつだけど、コロナさん特別に。いやだよ。今日は、はい、せっかく朝来たから、はい、朝一緒にいるってもうできてる。できてる。仲いいっすもんね。もうできてんじゃないのって結構コメントであったんですよ。え、マジっすか。もしかしてみたいな。マジっすか。でラバさんって結構時々オカマ声出すじゃないですか。やめてよ。出さないよ。それそれバリバリ女好きだよ。それそれそれ。今日は夫婦設定で、はい、俺が夫、そしてラバさんが奥さん。せめてよ、せめて夫にさせてください。朝いきなり無茶ぶりでご飯作ってくれって言って、はい、で夫婦でこれからランニング行くと、はい、そういう過程多分あると思うんですよ、視聴者。ありますね、ありますね。うん、はい、でこの動画を見て、あ、私たちやっぱ夫婦でやっぱね、ラバさんとラバさんとポロさんみたいに。ね、そうちょっと余裕のあるね、西田さん、余裕のあるちょっとお金持った30ぐらい、旦那さんちょっとちょいひげ生えてるような、で、奥さんちょっと厳しめなところ揃ってるから、ポジティブで、朝に、大会山とかいるもん、それ、鬱陶しい夫婦いる、大会山に。そうそうそう。男は絶対浮気してるからな。そうそう。それでちょっと距離ができちゃった、その視聴者、夫婦。なるほど。に向けた今日動画。なるほど。だからめっちゃピンポイント狙い。下手したら、もう75歳生みたいな。50にしたいんだけど、50だったら多分で、ことファーってずっとなってます、電気。あ、ファーってなってるんですか。はい、それがこれで止まるんで。あ、そうなんですね。はい、電気のこのあれに合わせてシャッタースピード合わせるんで。あ、そうなんですか。これですか。あ、これは音量だって。なんなんだ。夫婦視聴者に向けた、なるほど、動画。あ、この動画見終わった時に、あ、やっぱ仲良くしようねって思える。なるほど。はい、それは僕たちが夫婦役でやっていきますんで。わかりました。はい、ということで、じゃあ料理作っていきましょうか。はい、お願いします。作っていきます。いいですか。はい、作っていきます。久しぶりですね、ラファエルクッキング。久しぶり。その前にちょっとエプロンしちゃっていいですか。もうガチじゃない。エプロンします。ガチじゃないって、プロダさんの方がなんか女っぽいって喋り方。確かにちょっと分かんなくなってきちゃった、自分が。すごいな、毎朝こんなキッチンで作ってもらいたいな、俺。ご飯奥さんに。うわ、やっぱかっこいいな。これすごくないですか。すごい、なんだ、もうなんかやる気ですか。これもう温めておくんですよ、ここで。ちょっと最高の朝ごはん作りますよ。ありがとうございます。卵あるんで、卵、卵と、たまにでもここ料理やってるんで、俺ほんと家で。あ、へえ、すごい。何がいいんだろう、そうなんですよ。何でもいいですよ、なんかもう題名や。ラワタンに最高の朝ごはん作ってもらったって題名にする。スクランブルエッグと、あ、すごい、いい。何があるんだろう、これ、これはで、あ、これがあるわ。ソーセージ。あ、ソーセージいいですね。はい、ちょっとスクランブルエッグ作ります、とりあえず。はい、いいですか。こんな俺朝早く撮影したの初めてなんですけど。確かに。やばいですね。確かに。どっちがいいんだろう、こっちの方がいいかな。手持ちの方がいいんですか。まあ手持ち、なんか立てて一緒に映りたい。あ、なるほど。女役じゃん、やっぱり。嫁じゃん。女役でしょ、今の完全もうメイヘラの女みたいじゃん。ホストにめっちゃハマってる。ボズブジョみたいな、今の。卵、これ卵割って割ってみていくだけですね。すごい、ダブルでこう来たよ。いや、そうなんですよ。全然。すごいな。全然割れますね。全然割れます。あ、もうそのまま捨てれるんだ。ここはディスポーザーや。すごい。え、ディスポーザーついてないですか。いや、ついてないですよ、うち。え、マジ。そうなんですよ。ディスポーザーあった方がいいですよ。確かに。絶対楽なんで。で、4次元ポケットみたいなもんですもんね。今ちょっと違うんですけど、生クリームと牛乳と、はい、すごいな。どこ塗ってるんですか、その塩。どこにでも売ってるでしょ。もうシンプルがベストで。はい、で、なんか混ぜすぎないんですよね。あ、
軽く混ぜるみたいな。はい、なんか全部思いっきり混ぜないって感じですね。はい、あ、腹8分目みたいな。はい、ちょっと違うんですけど。すごいなぁ、綺麗。だってもうなんかこれでご飯かけて食いたいもんな。匂いが。本当ですか。はい、匂いがいい。あ、そのフライパンなんかめっちゃいいやつですね。これあれですね、世界一高いフライパンと世界一性能のいいフライパンです。これすーごー、世界一2つとも。あ、マジっすか。これバイオっていうフライパンで、谷涼子2人いるみたいな。そうですね。ちょっと古いな、例えが。めっちゃいいっすよ。うわ、匂いがいい。なんかこっちは、はい、あれっすね、バターですね。うわ、こっちでスクランブルエッグ作って、うまそう。もうこれだけで、こっちでベーコンとか、これだけでイメージできますもんね。本当ですか。お、結構バター入れるじゃん。あ、傲慢なんですよ。バターたくさん入れるやつ傲慢なんですよ。あ、そう。で、世界一切れる包丁で。そうです。世界一だらけだ。確かに世界一だらけ。確かに貪欲ですね。何でも1位狙っちゃうみたいな。解説うざいんですけど、もう焦ってた今、本当に。それぐらい慣れてるってことっすね。まあそうですね、ユーテラファイルキッチンがやってましたからね。これなんか料理って、はい、やりながら片付けていくのが一番いいんですよ。あ、なるほど。汚くなっちゃったら意味ないですよね。なるほどですね。片付けまでが料理って言いますけど、はい、そういうことじゃないですね。そういうことじゃない。料理しながら片付けろっていう。そうです。で、終わった頃にはもう何もなかったみたいな。はい、一番それがベストですね。はい、ロナ・ゾロが、ルフィの今までの痛みを味わったみたいな。その後に多分違うんで、大丈夫。食パンも食べます。あ、食パン食べたいです。絶対これいいから買えって言われて、初めて使いました。なんで、うまそうだな、これ。これ絶対うまいっすよ。え、なんでこんだけなんですか。アリエティみたいな感じですよ、食事が。いや、アリエティの毒ですか、これ。ティンガベルの毒です。ティンガベルの方だったら、油ってことのバターをここに染み込ましたいんですよね、一回。バターに一回染み込まして、フライパンに。はいはい、すごい こだわりがあるんですね。だから、あれですよ、そのお皿とかフランス料理とかあったかいじゃないですか。はいはい、あんなノリに近いですよ。あ、そういうことですか。はい、ウルフギャングみたいなもんか。ああ、あそこ行くんすか。あ、僕結構行きます、あれ。誕生日言われるとめっちゃ恥ずかしいみたいな。確かに確かに確かに。めっちゃうまそうなんだけど。見てるからなんかフライパンめっちゃ滑るんですよね、いい感じで。え、すっごい。一回塗ってるからなんですか。普通に感動してるんですけど。マジっすか。え、うまそう。これ超うまいっすよ、ほんとに。え、めっちゃうまそうなんだけど。これ普通にうまいっす。もうこのぐらいで大丈夫です。そうだな、これ何。すっごいうまそう、ふわふわ。え、うまいっすよ。シャイズのハムナプトラみたいなもんな、雰囲気が。プロさん、それ例えやめた方がいいっすよ。プロさん、例え向いてないよ。例えじゃないですよ、これ。自然と出た言葉、自然と出た。本当に例えじゃない、例えじゃないですよ。例え向いてないですよ、プロさん、ほんとに。全然例えてないですよ。うわ、すごい、なんすかそれ、紫キャベツなんだ。はい、レッドキャベツです。ラーの緑心流の第一形態みたいな。すごい、もうさっきから見てますけど、動画外でもちょっと手の動きが早いですね。いやいやいや、誰が来ました。はい、あれです、宅配です。すごっ、早い早い。俺、サラダ食べないんで、はい、プロダさんの分だけでいいですか。あ、そうそう。いただきます。いやー、食べましょう。すごい、お水も透き通ってて。ただの水だろ、それ。水透き通ってるでしょ。朝は水でしょ、やっぱり。ガスか、ガスかからね。なんでな。いただくわ。はい、食べてください。じゃあもうスクランブルエッグからいただいちゃっていい、これ。はい、すっごいもんね、これ。どうですか、簡易的なものばっかりであるんですけど。うまっ。本当に？うわ。本当にうまい。ちょっともう固まっちゃいましたね。ベーコンどうですか？うまいんだけど。普通のベーコンですよ、それ。え、なんでこんなうまいの？いやフライパンがいいんですよ。じゃあ、ハギクスさんのトーストいただきたい。ハギクスさんのソースないですよ。
1位で突っ込むわね。やっぱそっち女じゃん。うん、あ、マーガリンありますからね。うまい。あの機械で焼くのが一番うまいってされてるって言われて、うん、うまい。で、いつでもパンが食べたくなった時用に置いとくって言われてるんですよ。サクサクで、中もちもちってやつ。すごいなんか人気らしいですよ、本当に、うん、あの機械。うまい、うまい。ないですか。うん、普通にうまいよ、だから。もう早く走りましょうよ、早くもう。うん、止まんだよ、止まんだよ。食べないの？仮面仮面、もう笑ってるから食べにくいよ。カメラ止めてよ。こんな夫婦いないでしょ。朝ごはんカメラで回してる夫婦なんて。いやでも最終的にはあれですよ、地球の未来って、僕みたいな人間しか残んないんですよ。あー、やっぱそうなんだ。そもそもそれ感情必要ないから、ここマイクロチップでいいんじゃないかって言って、うん、もう脳みそが全部なくなるんで。なんかありますもんね、なんか映画でそういうの、はい、5000万年後とか、うん、何億年後とかっていうのはそうなります、うん、あ、じゃあもうその性行為も注射でもう、あ、そうです、性行為とか必要ないんで。僕先駆けなんですよ、だから。あー、なんだ、先駆けです。 AI ロボットみたいな、AI、はい、はい、AI と同じ思考を持った人間です。はい、すごい、おいしい。AI が作った料理完璧だ。完璧すぎて。でしょ、だから愛がない。じゃあこれあんまり参考にならなかったですね、結果。いや、そういうことなんですよ。未来の見据えた動画。、うん、タイトル変わっちゃってんじゃん。夫婦にでしょ。いまいちうまくいってない夫婦にでしょ。大観山に住んでる夫婦に向けてでしょ、これ。いやでも見て、あ、私たちはこんなならないようにしようねってなるかもしれない。逆にね、うん、あ、なるほどなるほど、ほんとに。あ、食ってよ。なんか朝から食えなくて、あんまり。しかもなんか疲れちゃった。